はい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 、素人ロシア人兵士がロシア軍からもらっているマニュアルを手に入れたよ。どうも闇の熊さんでございます。おもしろいよ、面白いもん見つけちゃったよ、面白いもん見つけちゃったよ。これ30万人のさ、素人ロシア軍兵士をですね、プーチンが動員をしていて、で大混乱になっちゃって、30万人集める前に20万人集まったからもういいやとね、これ以上集めてたらですね、なんかロシア国民がですね反逆をで、ね、なんか反乱を起こそうだから怖いからもういいやという形で、素人ロシア人兵士を集めるのをやめたっていうニュースがですね今日流れていたんだけれども、そのね集められた20万以上のロシア人兵士にですね、ロシア軍から配られているマニュアルをですね見つけております。でね、これロシア語ばっかりでわけわからんなと思っていたらですね、これをきれいに日本語にですね翻訳をしてくれているサイトを見つけましたので、航空万能論さんですね、たまに見ております。はい、見つけておりますので、こちらをねご紹介したいなと思いまして動画を作ることにしました。でね、もう内容がぐっちょぐちょ、内容めちゃくちゃ、こんなわけわからん嘘800書かれたマニュアル1個持たされて、ロシア人素人兵士はですね戦場に送られてるんですよね。もうね、ずいぶん死人が出てるらしいんだけれども、もうはっきり言わしてもらいますわ、ウクライナ軍をですね、ウクライナ人をですね苦しめてるロシア軍がですね、こういう形でですね、どんどんね、なんか、いなくなっちゃってるっていうのはですね、最高でございます。ロシア民族なんかね、もう俺も正直言うわ、ね、滅亡してしまえばいいと思いますよ。もうね、今日ね、なんかね、ほら、もうこのね、ロシアレイプをですね、軍事戦略としてしようとかですね、もうね、ロシア関連のニュースね、もうこういうね、もう読んでたらですね、心がもうチキンな僕なんか、心が壊れてしまうような記事がめちゃくちゃ多くって、なかなかニュースができないんだけれども、今回はですね、これちょっとね、ロシア人を笑い飛ばせるニュースが出てきまいりましたので、皆さんにこれお伝えしますね。ほんでね、これほんとむちゃくちゃですよ。一行目読む。一発目、1、特別軍事作戦とは何ですか？政治家がウクライナでの軍事作戦をそう呼んでいるだけで、実際には本物の戦争だ。あ、いきなりプーチン否定、なんだこれと、今まで聞いてた話と全然違うじゃないかという形でね、もうね、混乱の極み、混乱の極みでですね、素人ロシア人兵士はですね、戦場で戦っているみたいでございますよ。大爆笑でしょ。こういうのがずっと続くから、ぜひ聞いてください。はい。ほんでですね、今日一日で、あとですね、このウクライナ、ロシア関連のですね、ニュースをですね、パパッと振り返りましょうか。まずはですね、こちらでございますよね。はい、スターリンク。ね、これね、スターリンクというですね、この、簡単に言うと、人工衛星を使ったインターネットなんですよ。今後はですね、この人工衛星を使ったこのスターリンクのようなインターネットが主流になってくると見られていて、だからね、携帯会社なんかはですね、確か AU がスターリンクとね、確か業務提携してるのかな。そのね、ロシアウクライナ戦争でめちゃめちゃですね、役に立ってるのはこのスターリンクなんですよね。ロシアはスターリンク使ってないんですよ。でもウクライナはスターリンクを使ってる。だからね、これウクライナの方はですね、もうリアルタイムでですね、今ロシア軍の状況がどういうものかっていうのが全軍に一気に共有できるというですね、もうまさにですね、今回ウクライナ軍がですね、ロシアに見事な戦いを見せている。根幹の一個がスターリング。これをですね、提供しているのがですね、イーロンマスクね、ツイッターを買収しようかななんて言ったイーロンマスクでございますよね。で、イーロンマスクはなんとですね、今日ね、とんでもないことを言い出しましたよ。今まではですね、これウクライナのためにつってね、無料で、無償で提供していたんだけれども、もうですね、これスターリングなしではですね、これね、ウクライナはロシアと戦えないかもしれないという、今この状況になった、この状況でですね、やっぱり無料で提供するのやめた。金払って、あ、ロシア、ウクライナに金払えっていうのは難しいかな。あ、じゃあさ、アメリカ政府金払えよっつってですね、もうね、どんなヤクザかお前はと、いうようなことで言い始めまして、これを見たですね、猫組長がですね、昭和のシャブ屋が使った手口、これそうですよね、シャブをですね、最初は無料で与えるんですよね。でも、シャブなしでは生きてられないわんっていう状況になったらですね、金払えって言い出すんですね。シャブ屋の手口、シャブ屋の手口をですね、まさかこの国際的な経済人、イーロンマスクが使っているということで、猫組長を笑い飛ばしておられますというのが一個ですね。あとはですね、そうですね、ロシアがですね、ヘルソン州の西部からの撤退を条件に、なんと一時停戦を模索か、ロシアの側から停戦を模索、マジですかと、やっと戦争が終わるのかなと思ったらですね、これ裏がありまして、今ね、ロシアはですね、武器使いすぎてですね、武器が枯渇しているんですね。はい、ウクライナの国防大臣が発表しました。ロシア軍が保有する精密誘導ミサイルの残数は609発。つまりですね、これ戦争が始まる前はですね、1900発近くあったミサイルがですね、この間ね、ほら、キーウをですね、無茶苦茶やたらめったら砲撃したら、ミサイル撃ち込んだでしょ。ああいう形で、バカみたいにミサイル使っちゃって、今やですね、この精密誘導ミサイルの数がですね、3分の1以下になっていると。そしてですね、これウクライナ、それね、これロシアに対して今ですね、この精密誘導ミサイルを作るためにはですね、半導体が必要なんだけれども、アメリカとか西側諸国がですね、ロシアに半導体を渡すなっつってですね、半導体が全くロシアに入ってこないんですよ。で、ね、頼みの綱の中国から輸入すればいいじゃんなんだけど、その中国もですね、これね、半導体に関してはですね、アメリカとか EU からですね、締め付けを食らっていて、中国の中にもですね、精度の高い半導体ってないんですよ。ないからロシア軍ですね、もうね、ミサイルを作れないという状況になってる。だから時間稼ぎのためにですね、なんかゼレンスキーを抜いて、軍と軍だけで停戦協議をまとめようじゃないかっていうですね、なんかインドと中国みたいな、どこだっけ、なんとか地方で、忘れた、インドと中国みたいなことを言い始めたんだけど、これですね、当然ね、ウクライナ軍はですね、その状況分かっていますから、乗りません。大体はまあゼレンスキーを抜いてですね、停戦交渉をまとめるとか、まあ、ゼレンスキー許すわけないでしょ。ゼレンスキーはですね、どう考えてもですね、ヘルソンだけではなくて、クリミア半島も全てを取り返すと、全てを取り返すまでですね、このロシア人、ロシア、ロシア
爆への攻撃をですね、絶対止めませんからね、止めませんからね。これはね、もうゼレンスキーさんにね、期待をしましょう。そして、ほんと、プーチン、アホだな、アホなこと言いやがったよね、というお話でございますね。あとはなんか、あ、でもそう、気になるところが一個あってですね、この間、ロシアのですね、ミサイル攻撃が、で、キーウにいっぱい来たじゃないですか。あれによってですね、電力施設がね、インフラが破壊されてしまったみたいでですね、キーウでですね、電力供給にですね、結構深刻な被害が発生するという状況になっていまして、これちょっとですね、大丈夫かなと。特にですね、これ、今回ね、戦場ではもうロシア勝てないんですよ。もう最新兵器をたくさん持っている、ウクライナ軍にロシアはね、戦場では勝てなくなっていくから、その裏にいるですね、国民を攻撃しまくってね、破壊をして復旧させてという形で、ウクライナの体力を削っていくような戦法に出てきたのはないのかなと言われてるんだけども、それを続けるにしてもですね、ミサイルが足りないという形で、やっぱりプーチンはアホだね、というようなお話ですよね。はい。まあ、大体今日あったのはこんな感じかな。うん、ほんでですね、来ましたよ。はい。皆さん、お楽しみ、マニュアルでございます。この素人ロシア人兵士に、どんなマニュアルが配られてるのか、イメージとしてはですね、宝くじに当たったですね、方が読む本ってあるじゃないですか。宝くじに当たって仕事をすぐ辞めちゃって人生壊れちゃったなんて人がいるでしょ。ああいう人に向けてですね、配るようなマニュアルとなんか印象はよく似てます。ほんとね、えげつないよ。えげつない。こんなわけわからん嘘にまみれたマニュアル1個渡されて、ロシア人兵士は戦いの場に赴かされていると。その場合プーチンに反逆したくなるよな。でもね、ロシア国民そのまま、俺ロシア民族はね、もうほんとね、俺もうこのね、さっきも言ったけどね、このね、レイプを軍事戦略とかですね、もうむちゃくちゃな記事をたくさん読んでですね、もうロシア人俺ダッキーなってるからね、ダッキーなってるんで、このままロシア民族が滅びてしまえばいいと思います。はい、この時間ね、これね、もうほぼですね、このね、ロシアマニュアルはですね、これね、滅びの目視録となっておりますので、さあ皆さん楽しんで読んでいきましょう。はい、バカだなと笑い飛ばしてやろうぜ。はい、いきますよ。はい、動員をされた素人ロシア人兵士にロシア軍から渡されているマニュアル、はい、不思議な記述がいっぱいという話ですね。はい、特別軍事作戦に動員をされたロシア人に配られるマニュアルを発見。これはですね、特別軍事に関するですね、知識と、戦場で生き残るためのヒントがですね、なんと記述をされておりまして、西側諸国の価値観から見ると、不思議がいっぱいであると。本当にね、不思議なことだらけだよ。はい、ドイツ、ポーランド、日本といった国はですね、過去の復讐を果たそうとしていると。今回の戦いは祖国大戦争の続きで、1945年のように勝利をしなければならないとかですね、もう今の方はね、あんまり詳しくないようなことから、ね、スタートしてるんだよね。はい、本マニュアルの冒頭は召集令状を受け取った際に持参をするものと、特別軍事作戦に関する知識が記述をされていて、特にですね、特別軍事作戦に関する知識は本当に現在が21世紀なんですかと、大爆笑したがるなる、したくなるね、疑いたくなる内容であると。さあ行くよ。はい、まず一つ1、特別軍事作戦とは何ですか。政治家がウクライナでの軍事作戦をそう呼んでいるだけで、実際には本物の戦争だということで、プーチン大否定。プーチン大否定から入っていると、ロシア軍でプーチンのこと嫌いなの？こんなもんが公になったらプーチン言ってること全然違うじゃんということで、プーチン非難が巻き起こると思うんだけど、これあれかな、プーチンを崩壊させるための一行なのかな。はい、そして 2でございますね。祖国大戦争 2.0、 なんだろうね、ウェブ 2.0 みたいな感じだね。ドイツ、ポーランド、チェコ、クロアチア、ノルウェー、デンマーク、イタリア、日本といった国がですね、支援を行っていて、連中は日本も含めたこのクソみたいな連中は、この戦いを通じて過去の復讐を果たそうとしているとね、俺たちはなんかおじいちゃんの復讐をここで果たそうとしてるんだって。あ、まあ、ね、そういう感情を持ってるいるかもしれないな、確かにね。つまり今回の戦いは祖国大戦争の続きで、ロシアは1945年のように勝利しなければならない。お前ら1945年そんな一生懸命戦ったっけ。あ、ドイツは戦ったのかな。僕のね、日本人からしたらですね、ロシアのイメージっていうのはですね、北海道の北方領土をかすめ取った泥棒、そのくらいの印象しかないんだけどね。何を正々堂々戦った雰囲気になってるんだろうね。不思議だね。はい、3番目、ウクライナでの戦いはロシアを守ることだ。はい、ウクライナという国家は存在せず。いきなり嘘だね。1行目の前半部分でいきなり嘘だね。はい、ウクライナという国家は存在せず、そこにあるのはテロリストに占領された旧ソ連領であると。もう自分たちのもんにする気満々だぞ、これ。やばいね、これ。アメリカ、イギリス、イスラエルは、現地住民の大量虐殺を画策し、ウクライナと呼ばれる独立時代にですね、ウクライナと呼ばれる独立時代に、約2000万人の人々を削除した。これはですね、なんだろうね、日本の中でもですね、ロシアのね、お仲間と言われるですね、誰だっけ、まぶちさんね、まぶちさんなんかが言ってることがですね、ここに書いてあると。まぶちさんやばいでしょ。日本時代にこんなこと言ってるんですよ。大丈夫ですかね、あの方ね。はい。生き残った人々もですね、黒人奴隷のように、欧州のプランテーションで、はした金で働かされ、欧州の売春宿にはですね、若いウクライナ人女性が溢れていると。そんなわけあるかいと。そんなですね、そしてウクライナ人男性は強制的にロシアと戦わされているのであると。欧米はですね、ウクライナ人が全員死ぬまで戦いを続けて、土地と資源のみを手に入れようとしていて、連中は、ロシアにも同じ計画を準備していると。だからこそウクライナで戦えば、ロシアを守ることにつながって、大量虐殺からウクライナ人を救うことにもなると。ね、これ本当にね、ひどい話だよね。
ウクライナ人をね、ブチャなんかで大量虐殺したのはどう考えてもロシア人でございますよ。そしてあの首都キーウにですね、あの無差別にミサイルをぶち込んできてですね、確か市民の方が20人前後亡くなったんだよね。これもやったのはロシアですよ。お前この状況でようまあこんな論法成り立つと思うよね。本当にね、怖い。共産国家で怖いで、中国もね、こういう嘘にまみれた文章だらけなんだよ。ほんと怖いでしょ。はい。そしてウクライナ人と、おお、なんだ、俺、ここから先に俺読んでねえんだ。はい。ウクライナ人とは、ウクライナ人の 96.7% はロシア人だったか、どういうことなんだろうね、これ。ロシア人だったか。独立時代の30年間で教育、文化、ロシア語が奪われ、現在は野良犬になり下がってしまったと思う。どえらい言い方されてるぞ、ウクライナ人。大丈夫か、野良犬とか言われてるぞ。はい。しかしですね、彼らの中にも、ロシア人としての何かがまだ、これ、雑な文章書きやがって、これやろ。お前、うちの百田さんがこんな文章見たらですね、お前全部罰だぞ、こんなの。全部赤字で直されるぞ。はい。しかし彼らの中にも、ロシア人としての何かがまだ残っており、私たちと同じように、彼らもですね、ファシズムに勝利をした、祖父世代の功績に育てられたのだ。最終的にですね、彼らもロシア人に戻るだろうが、現在は残酷で裏切り者の敵であると。つまり連中が屈服するまで、連中が両手を上げるまで、我々が勝利をするまで、殴り続ける必要があるということですよ。今ね、どちらかというと、ロシア人の方がぶん殴られてるからね。うん。カウンターを食らいまくってるという状況でございますから。しかし雑な文章ですね。ロシア人としての何かが残っているからきっと仲間だみたいな。お前こんな理由で戦いますか皆さん。俺絶対嫌だよ。で、5番目。はい。ウクライナ軍の戦略と特徴。欧米はですね、30年前からウクライナとロシアの戦争を準備してきました。成功法ではですね、ロシアに勝てないことを悟って、最も卑劣なですね、ヒトラーの戦略をですね、採用して、人口密集地に防衛拠点を作り上げてると違うって。お前らが市街地に攻めてくるからそうせざるを得ないんでしょ。頭おかしいのかな。すべての部隊はですね、ネットワークで接続され、スターリングですね、ネットワークで接続されていて、連中の指揮官はロシア軍を検出するとタブレット画面を操作して各部隊に発砲命令を出すだけで、あとは工場やショッピングモールなどに隠された大砲が攻撃を行い、すぐに元の位置に隠れるということですね。それ優秀なんじゃないの。どうなの。6番目、指揮官へのアドバイス。はい。これね、ロシア軍がなぜかこれ不思議な文章だね、これね。なぜかね、ロシア軍がですね、素人兵士に配っているマニュアルの中になぜか指揮官へのアドバイスが書かれてるんですよ。これどういうことね、これどういうこと、これ素人指揮官なんじゃないの。大丈夫。はい。指揮官へのアドバイス。戦場で指揮官が必要とするものは、AK のマガジンね、これは機関銃ですね。機関銃のマガジンではなく、予備の無線用のバッテリー一式、双眼鏡、GPS ナビゲーター、レーザー計測器、赤外線スコープ、そして充電器なのだって、充電器の戦場でどうやって充電するんだろうな。充電器なのだ。これらの装備品は国防省から支給されていないため、各自で購入した。こんな残酷なことってあるでしょうか。わかる？指揮官が絶対に必要なのはね、銃なんかいらないんだよ、指揮官はとね。バッテリーとか双眼鏡とか GPS のナビゲーターとかですね、レーザー計測器とかですね、ああいうものが必要なんだ。わかったか。でもね、俺たちはこれ貧乏だから支給できないから、自分で買えって言ってる。お前もうこんなことありますか。ロシアってよう戦ってるな、この状況で。はい、指揮官の他のプロフェッショナルと同じように、自分専用の仕事道具を持つべきだ。あ、なるほど、そういうことか。国からの緩急品をですね、使うんではなくて、お前らもプロであるならば、プロ一流の製品はですね、自分たちで揃えろって、ろくな給料も渡しなくて、何言ってんだっていうですね、左翼発狂の一言だね、これね。はい、いろいろと斬新すぎて理解が追いつかないが、本マニュアルは、アフガニスタン退役軍人ロシア連合と呼ばれる公的機関ですね、世界退役軍人連盟のメンバーが発行していて、戦場で生き残るためのヒントにも、ウクライナ軍の捕虜になればですね、拷問や虚勢をされるので、最悪の選択だ、ロシア軍はそんなことしないけどね、とかですね、これ全然嘘なんですよ。ウクライナ軍の捕虜になったらですね、むしろロシアで暮らすよりもいい生活が待っているっていうのがですね、これ事実としては明らかにされてますからね。はい。とかですね、酒だけは絶対飲むな、仲間が酒を飲もうとしたら止めるんだと、もし止められない場合はすぐにその場を離れろ、絶対にろくなことがないとか書いてあると。これは素人向けかな。これは素人向けですね。どちらにしてもですね、本マニュアルに書かれた認識をロシア人が本気で信じているのならば、ウクライナにとってはですね、本当に厄介すぎる相手だと、異常者と戦うということですからね。はい。ということですね、こんなものがですね、全ロシア兵士、特にですね、新人のですね、素人ウクライナ兵士にですね、配られまして、参考に読まれているようでございます。そら、ロシア勝てるわけねえわなということで、今日はその動画を終わりたいと思います。バイバイ。